捉え方って人それぞれあると思うんです。押し込むインパクトで力を伝える無理なことなので、長いこと前に放り投げるようなイメージを持っていただけれたらなっていうふうに思います。はい、ミート力を向上するならゲットレーバット、飛距離を伸ばしたいならヘッドラーバット、試合で使うならエルジムス、毎日使うなら竹バットのエイムクラシコ、手に取って借りました。誰でもすぐに実践できるミノルマン流打撃ドリル無料配布中、詳しくは概要欄。どうも、アメージング野球塾熊本校塾長のポセイドンです。はい、今日もやっていきたいと思います。以降お知らせがありまして、熊本校ですね、夏休みなんですけれども、7月24日夏休み入るタイミングから終わるタイミングまで、夏休みレッスンを行いたいと思います。普段は夜しかやってないです。17時から21時半のオンレッスン4コマだけなんですけれども、朝から夕方までの分のレッスンも追加して、夏休みレッスンを行いたいと思います。はい、また予約の方法であったりとかっていうのは YouTube であったりインスタとか、アメージング野球塾のホームページの方で、載ってると思うので、そちらの方から予約の方していただきたいなっていうふうに思います。はい、ということでですね、技術指導やっていきたいと思います。今日はですね、皆さん結構聞いたことある言葉、指導の中で押し込むっていうところですね。結構やっぱこういろんな意味として捉えがちなので、そこをいろんな、指導者がいていろんな意見があると思うんですけど、その中で僕の中の定義を皆さんに伝えさせていただきたいなっていうふうに思います。なのでちょっとやっぱり実際問題、押し込むとかっていうように伝えた時に、いや押し込むとかっていうのはどこどうですよとかって言われたりとかするんですけども、ちゃんとその言葉に対して捉え方って人それぞれあると思うんですよ。やっぱり間違った捉え方、ちょっと違った風に捉えるっていうことも多いと思うので、その言葉の意味であったり原理原則っていうところもちゃんとお伝えさせていただきたいなっていうふうに思います。実際問題、押し込むっていう言葉に対して、まあこうインパクトにかけてここから押し込むっていうふうに言われてると思います。まあ僕も実際使うんですけれども、この言葉の意味ですね、この言葉の意味っていうのは、僕の中での押し込むっていうのはボールに対してですね、ボールが前から来るこのラインに対してバットの、まあ、軌道、バットをずっと長いことずっと通るために押し込む、そこにいさせるために押し込むっていう風な使い方をします。はい、力の方の押し込む、力を伝えるっていうことで押し込むとは僕は言いません。で、それはなぜかと言いますと、実際問題インパクトでボール当たる瞬間に、はい、力入れて力伝えます、これは不可能です。ボールに当たる瞬間に力を入れると、力を発揮するまでの時間とボールが当たってこの跳ね返る時間、よし当たるかな、よし力入れようとか伝えようとしても、その頃にはもうバットからボールは離れていってしまってます。なので押し込むっていうところは力を伝えるっていう言葉ではありません。まあ、これは僕の中です。他の方がどういう風に伝えてるかっていうのは別なんですけど、僕の中では、そこは押し込むっていうのはこの軌道の中にできるだけ体のこっち側に入らないように、できるだけ長いことを通るように押し込むっていうようなイメージです。なので、皆さん押し込むっていう聞いた時は、それはまあ力ではないのかなっていう、逆に実際問題ここで押し込めとか力入れるっていう風な使い方になってしまうと、力入ったら絶対に体の方にこっち側にバットの軌道が逃げてしまうんで、そこを気をつけていただきたいなっていうふうに思います。押し込むは力を伝えるのではなく、その、ボールの軌道に対して長いことを通すための意識として言葉を使っているというふうに考えていただけたらなっていうふうに思います。じゃあどうやったらボールに力を伝えれるのかっていうところを、全部砕いて話してしまうと、ちょっと時間もすごい長くなってしまうんで、今日はそのまあ原理原則の考え方だけ伝えさせていただきたいなっていうふうに思います。大事なのは、まずはやっぱりボールとバットの距離ですね。まずはこっから当たるのと長く通ってきて当たるのではやっぱり強さが違う、そこが大事
なってきます。そこを作るためにいろいろなテクニックであったり体の使い方、技術っていうのがあります。なので、イメージとしてはできるだけインパクトで力を伝えるっていうのは無理なことなので、それまでにいかにバットを早く強く、持ってこれるかっていうところですね。そこが大事になります。はい、その使い方は、徐々に今後、YouTube の方でお話しさせていただきたいなっていうふうに思います。はい、なのでこのゲットラインバットで、皆さん使っていただいて強く素振りであったり打っていただいていると思うんですけれども、力を最後ここで伝えるとかっていう感覚でやると逆にそれがこねたりとかスイング軌道が変わりやすくなるので、長いこと前に放り投げるようなイメージを持っていただけれたらなっていうふうに思います。はい、っていうところですね。意識していただいて皆さんには今後ゲットラインバットであったり押し込むって言われた時に、それって力じゃなくて、スイング軌道なのかなっていうふうに、逆にそこは力入れても意味ないので、長いこと軌道を通していくっていうところを意識していただきたいなっていうふうに思います。はいはい、今日はですね、押し込むっていうこの言葉について深く解説させていただきました。もっとなんかこう技術練習であったりとかっていうのを伝えてほしいとか、そういった意見ももちろんあるかもしれないですけど、やっぱりYouTube で違った形で捉えてしまうこともあると思うので、僕の伝えたいことと、捉え方に対してあまり溝がないように、今後伝えていきたいなっていうふうに考えているので、感覚とか意識っていうところだけを伝えるっていうのはあまり僕は好きじゃないんで、ちゃんと仕組みであったりとか体のことっていうのをちゃんと説明した上で、なぜそうしないといけないのかっていうところですね、分かりやすく説明できるように努めさせていただきたいと思いますので、今後とも温かい目で見ていただけるかなというふうに思います。はい、ですので、もしコメント等で言葉の意味であったりもっと砕いて教えてほしいっていうことがあればしていただいて、ミノルマンに比べると YouTube 出させていただいて本当にまだ間もないので未熟なところがあるので、逆にそこはぜひ皆さん見ていただいている方に、アドバイスをしていただいて、もっと、皆さんにいいものをお見せできるように、これから頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回はこれで終わります。ありがとうございました。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギャも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。